やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッとじじネタトークです。こんにちは。はい、今日10月10日ですね。台風が、こちらは台風の影響で雨が降っておりますけれど、まだね、あの気圧が低くて、なんか頭がグワングワンするね。皆さん大丈夫ですか気圧のね、この、なんていうの低、低気圧による体調不良みたいな。 大丈夫でしょうかはい、えー。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日のお題は、じゃん選択的夫婦別姓っていうのを、えー、橋本成子女性活躍担当大臣が検討しているそうですけれども、これは実現するのかどうかっていうのと、もし実現したら社会に対していい影響があるのか、みたいなところを見ていきたいと思います。はい。 まずどういうニュースか読みますね。これは NHK ニュースウェブですね。選択的夫婦別姓を基本計画に方針盛り込む考え、橋本女性活躍賞ということで、えー、夫婦が希望すれば結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓について男女共同参画を担当する 橋本女性活躍担当大臣は来年度からの新しい女性共同参画基本計画に実現に向けて検討を進める方針を盛り込みたいという考えを示しました。選択的夫婦別姓について自民,自民党の下村政調会長は8日、 伝統的な価値観と家族観を大切にしながら、どのように時代の変化に対応していくか、党内の適切な組織で議論してもよいと述べ、議論をな、えー、容認する考えを示しました。で、橋本聖子さんは、議論を進めていただけることは非常にありがたい。少子高齢化の中で前向きに検討することは国民に前進だと感じていただけると思うと述べました。 で来年度から5年間で実施する第5次の男女共同参画基本計画にこの方針を盛り込みたいという考えを示しましたっていうニュースですねはい。ちなみに個人的な玉城の考え方で言うと選択できるんですよね選べるなら 何も問題ない気がするんだけど、なんか全員が夫婦別姓ですってなったらね、あの、なんだろう、古くからの、この家の家計を大事にしたいみたいな人の反発とかもあるだろうけれど、選べるなら、うん、なんか別姓にしたい人はすればいいし、今までの通りにしたい人はできるし、なんか何か問題あるのかな、みたいな感覚。 があるのが一つと、あと私一回離婚して、また再婚してるんですけれど、そうね、そのたびに、あの、女の人だけ、女の人だけっていうか、まあ、向こうに入ったら旦那さんがだけど、苗字変わるじゃない。そうすると変えなきゃいけない、あの、ものが、もずのすんごい膨大な量なのよ。免許証でしょパスポート、何を、なんか、さ、いろんな、あの、資格の、 名前であるとか、登録してある名前とかね。あと保険とか、うん、生命保険類とか、何あと会社に勤めてる人は会社関係の全部変えるでしょ名刺とかも変えるでしょで、名前変わりましたってこう挨拶して回ってみとか、ものすごい膨大な量の手続きをしなきゃいけないのよ。名字が変わりましたってなると、結婚すると。で、また離婚するってなると、またまたそれやるのね。 またやんのかよみたいな <laughs>。で、また再婚したらまたやるでしょだから私3回くらいそれ経験してるんだけど、ああ、もう嫌だよ。<laughs> あんな、あんなめんどくさいことをしたくないっていうのはね、正直ある。で、私フリーランスで結構長く働いてるんですけれど、ずっともう旧制でやってます、仕事。うん、旦那さんの名前はね、本席で、席には。 旦那さんの苗字字にになっっててるるる。けど、外見せる苗字は全部旧姓でやってるだからあのな法律上は違うけど家庭内ではもう私は選択的夫婦別姓してるんですよなのでいやいいんじゃないっていう感じ <laughs>、うん、私はそうね旦那さんの名字を持ってるでしょで仕事上この占いの仕事上関係ないけれどフリーランスの,この占いの以外の仕事では 旧姓を名乗ってるでしょこの玉木っていう名前、占いの名前、三つ持ってるんだね。三つをなんかね、持ってるとね、さすがにたまに混乱するけどね。<laughs> なんか、あれ、この人に対してはどの、どっちの名字名乗ってたっけとか、たまにこう、悩むことはあるけれど、迷うことはあるけれど、でも、名前いっぱい選べんのいいんじゃないっていう、なんか、気軽な感じなんだけど。で、別になんか、子供は、なんか親の、 ね両親の名字がか、なんか違うのってかわいそうじゃないとか混乱しないとかいう意見もたまに聞くんだけど、世の中がみんなそうだったら、みんな子供たち、いや、うちのお父さんとお母さんもそれぞれの名字はこう、こうだよ。で、自分はこうだよっていうのが、全員そうだったら全員っていうかね、選べるの、なんか半分くらいの、クラスの半分くらいでもそんな状態だったら別に何もおかしくないよなと思うし、そんな子供が、 はね、柔軟性があるから、普通にそんなの受け入れるんじゃないっていうのは私は個人的に思うけれど。はい。長くなっちゃったね。はい。じゃあまず、橋本聖子さんのカバラ数比術見てみます。前も一回見ましたよね。なんだっけ、総理大臣、誰がふさわしいかみたいな占いだったっけかな。うん、そこで一回見たけど。本質が橋で、ペルソナガ語です。ペルソナの5どういう自分を演じたくなっちゃうかっていうのは、自由と変化を愛する人です。 旅人タイプですね。5のタイプ。天才肌。頭の回転が速い。で、やりたいこととか、やってること、興味とかが結構コロコロ変わる。猫みたいな感じの人ですね。で、本質の8っていうのは、えー、白黒はっきりつけたいリーダータイプです。駆け抜けていく戦士。目標とか夢とか理想を実現する力が誰よりも強い。 そういうパワフルな感じですね。なんかね、5と8。いろんな面があっていいんじゃないでしょうか。なんかね、一人のこの橋本聖子さんという人の中に、なんか現実的な感じもあれば、なんか変化を好む感じもあれば、うん、なんか多面的な人だな、みたいな。うん、面白い人だな、みたいな。8とこの組み合わせ。バランスがいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、カードで見ていきましょうね。 じゃあ、選択的夫婦別姓っていうのは、えー、実現するんでしょうかあ ?5 年くらいでいいかな ?5 年以内。5年以内に実現するかどうかっていうのをちょっと見てみます。タロットカードね、普通そんな先まで見ないんですけど、せいぜい半年1年後なんですけれど、まあ無理やりですが、5年先まで見てみます。5年後くらいまでには実現するんでしょうかはい、ズバリ。 夫婦別姓実現しますかああ、女帝の逆。女帝の逆、結構ネガティブな感じが出てしまった。これはね、プライドとか見栄が邪魔するとか、古い考えが捨てられないっていう感じなんですね。うーん、あとはバガママさ、傲慢さとかね。ああ、難しいのかなどうなんだろう。もう絶対ダメですみたいな感じではないけれど、 なんかい、やっぱり今までのね、監修とか家の制度とか、伝統。まあ、伝統って言ってもね、普通の一般家庭に伝統も何もないっちゃないと思うんだけれど、<laughs> ね、そんな、ね、伝統ある家系ならわかるけれど、一般家庭にもなんか、ね、長男だから、次男だからとか、内孫、外孫とかな、そういうこともなんかたまに聞くけど、関係ないんじゃないかなと思うけれどね。 えーで、対策に死神が出てしまった。なんだろうね。死神。死神は過去の古い悪いものを捨てなさいとか停止するとかそういう意味があるんだけど、この場合はまあ、ちょっと頑張って、ね、この今までの捨てられないプライドとか見えみたいな、過去の慣習みたいなのそれ、みんな捨ててみないっていう感じかな。私のバイアスが入ってるそれとも、 ね、この夫婦別姓やめた方がいいっていう意味なのか。いや、そんなことはないと思うけど。うん、はい。では、選択的夫婦別姓がもしも、えー、採用されました。日本でできるようになりました。そうなったら国民にとっていいことなんでしょうか悪いんでしょうか基地か強化。選択的夫婦別姓は日本国民にとって基地か強化。 はい。ズバッと出ました。まあ、最終結論だけ見ると、うーん、そうだな。これがベストっていう感じではないけれど、一時的な幸運だけど、運命の輪なので、まあ、プラスではあるかなっていう感じがします。だけどね、なんか問題はいろいろありそうよ、結構。うん。まず、えー、選択的夫婦別姓始まりました。始まる前、その過去は死神の逆なので、はい、古い悪いものを断ち切りました。よ,よいどん。 スタートしました。スタートしたはいいけれど、女強皇の逆を背景に世界の逆なので、そうだな、なんかね、冷静な議論みたいな、なんかね、知的な議論、冷静な議論がされないままに、中途半端に始まっちゃうみたいな、制度としてちょっと未完成なんじゃないみたいなうん、そんな感じでスタートしちゃいそうなんですよ。 だけど国民の意識としてはとってもいい感じなんですね。あの、節制。健在意識は節制だし、潜在意識は太陽なので、まあ、とても明るい気分。ね、ストレスがなくなったね。とてもいい明るい気分だね。みたいな気持ち的にはとても良さそうなんだけれど。えー、始まって結構すぐにフールの逆なので、無知無計画。うん、やばいここでなんか未完成だった。 何か問題が発生するんだろうな。ちょっとここ不十分じゃない。ちょっと何も考えなすぎてないここみたいなものが見つかるんだと思います。そしてですね、国民の立場。立場が月を背景にタワーなんですね。不安とか迷い混沌を背景にタワー崩壊、アクシデントとかトラブルが出るとか発生するとかね。うん、立場。 で、環境も悪魔なんですよ。国民の夫婦別姓を取り巻く環境が悪魔。あ、はあ、なんだろう。夫婦別姓を使って何かね、悪いだくみをするとか、なんかそういうことってあるんですかね。どうなんだろう。悪い環境とか、なんか人を騙すとか、あとタワーだとね、アクシデント、トラブルが結構あちこちで出てしまうとか、なんだろうね、家庭内で私たち夫婦別姓にしましたって言って、 シュートとシュート目が、なんだってそんなこと聞いてないぞみたいなのが出てきて、めっちゃこう、なんか親子の縁が切れるような大トラブルに発生、なんか発展するとかね。お前なんかうちの嫁だと認めないみたいな、なんかそういう頑固親父みたいなのが出てくるとか、な、なんだろうね。そういう結構ご高齢の方のトラブルなのかな <laughs> どうなんだろうね。若者のトラブルってあんまり思いつかないんだけど、なんかあります なんか今思いつくのはなんか、そういうね、なんかね、結構ご高齢の方が、いやそんな結婚認めないみたいな、長男の、長男を持つ家庭の親がいきなり怒り出すとか、なんか、そんな問題が発生するのかなとか、ちょっと想像したけれど。で、可能性に恋人の逆なんですよ。これ人間関係の不和とか、コミュニケーション不足とか、なので、そう、なんかこの流れでいくと、 根深い、なんか家、お家みたいな、なんかさ、家計、家系図みたいな、そういうのを気にする人が予想以上にまだいっぱいいるのかもしれない。そうだよね、今、高齢化社会だから、こう、ね、もう高齢社会かな。うん。お墓は誰が守るんだとか、ここ、じゃあその夫婦別姓になったところに子供、孫が生まれたらその孫は、 どっちの家系の孫なんだみたいなね。なんかそういうことをめっちゃ気にする人が続出するとかね。なんかそういう未来なのかなね。はぁ、あ、ー、なるほど。であ、でもあの最終結論は、でも、それでもまあ、全体的に総合的に見れば、幸運だよ。ラッキーだよ。ちゃんと自流に乗ってこう、ね、歯車が噛み合ってはいる、いますよっていうのが出ています。で、対策。 注意点は審判なんですよね。審判、うん。なんか問題はこうね、途中経過とか環境なんかこの辺いろいろありそうなんですけれど、もうやるならやるって決意しなさい。なんか揺るがないでい、いっぱいアクシデントとかね、苦情とか来るかもしれないけど、もう揺るがない信念を持って、もうやるって決めたらこの笛をもう、笛を鳴らしなちゃ、うん、鳴,鳴らしなちゃいになっちゃったら、な、鳴らしちゃいなさい。 みたいなね。政治家を覚悟しなさいみたいな。そういう感じですかね。なんか、こんなに結構、ドロドロしたものがこの辺に、総合的なところにこんなにいっぱい出るとは思わなかった。そうか、結構みんな根深く、家みたいな、家とかね。誰が家を継ぐとか、そういうのを一般家庭でもみんな気にしてるもんなんですかね。 そう、どうな、どうなんだろう ?70、60歳、70歳。以上とかの皆さんは気にするのかなねそうかなはい、そんな感じでした。皆様はどんなご意見をお持ちでしょうか教えてください。では、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。お体に気をつけてー。